行こう。第7階層へ。もしかしたら宇宙の章がそこにあるかもしれない。でもこのまま前に進みたい。僕は僕のレゾンデートルをようやく捉えた。だから前に進もう。わかった。私はそれで構わない。見つけた。うん、変なドアだけど、これが第7階層への入り口だと思う。しかし、本の背表紙の上にドアノブがあるというのは。行こう。ここは何だろう。とても幸せなの。人は誰もが孤独を嫌って、だからこそ寄り添おうとして、だからこそ争いが起きる。かつて人類の意志を統一すればいいと思ったこともあった。でもそれは間違い。逆に考えればよかった。個人で完結する生物になればいいの。個人で消費し、個人で創造し、個人で己の世界を構築する。そこにはレゾンデートルを声高に言い立てる必要すらない。あとは幸福を手に入れるだけでいい。自身が望むものを手に入れれば、それでいい。
ねえ、刹那、私の幸せを刹那と共にあることよ。しっかり捕まっていろ。待って、セスナ、待って。大丈夫？もう声は聞こえない。ねえ、あなたは今の回廊で何を見たの？かつての母を見た。そう。君は何かを見たのか？私は何も見てはいない。ただささやきだけはずっと聞こえていた。あの聖火がずっとずっと。ラジエル、あれは一体何だったんだと思う？知らない。そうか、ならいい。今は考えるべきじゃなさそうだ。新宿。本当に天国に一番近い場所なの？そのはずだ。違うと思いたくなるのもわかるけど。ラジエル。天国の話だけど。何？天国には神がいる。それから何人かの選ばれた天使もいる。そうだよね。そのはず。天国は壊れている。ウリエルの様子から考えてもそのはずだ。違う。ラジエル、君の気持ちはわかるけど。違う、壊れてなんかない。私たちの住んでいたあの場所が壊れているはずない。もうすぐわかることだ。大丈夫？
僕は大丈夫。それよりラジエルの方が心配だ。大丈夫、壊れてない。壊れてなんかない。もう少しだけ頑張ろう。信じればいいの？僕を信じてくれ。この世界では愛情を受け入れると壊れやすくなるんだね。そうらしい。愛してない。僕も君なんて愛してない。となると、僕たちに残された道は、この徒長者を調べるしかない。私の領域変換でもこれは無理。歌舞伎町の方角からこの魔力が集められている。そこに何かあるのかな？ある。この膨大な魔力は空中に存在するものをかき集めているのではない。高位の天使か悪魔が供給していると考えるのが妥当。ということは、そこに支配者がいるかもしれないと。いや、そうすると先ほど生物反応が見られなかった理由がわからない。私たちの他に誰もいないはずなのに魔力を供給できる何かが存在する。見に行くしかない。動体反応確認。複数。数は173。We'll be right back.
間属性強化およびベクトル変更、土レベル3。この天使たち、一体何者だ？非生物飛行物体、追加の来襲を確認。数50。くそ、またか。せずに、あの魔力の本領か、この天使と関わりがあるのか。僕はそう思っていたところだ。生物反応。じゃあ、あの天使たちはやはり機械なのか。平行世界での最先端の科学技術、誰かが悪用したんだと。これを止めないと。
やれるのか。やってみるしかない。分かった。なら僕は追ってきた連中を迎撃する。久しぶりだね、ダジエル。相変わらず本を探していたのかい？サマエル、追放され敵対している身分で話しかけてくるとはいい度胸だ。幸福幸福。というか今の君と争いたいわけじゃない。ねえラジエル、君はあの本に君が持っている知識すべてを書いたんだよね。そう。それがどうした？君が持っていない知識は書いたのかい？やはり書いたんだね。本を取り返したくない？取り返したい。いや、返してほしい。残念なことに私が持っているわけじゃないよ。さっきも言っただろ、あの本は地獄へ落ちてきたんだ。なら、大丈夫さ、私についておいでよ。地獄まで行けないなら煉獄で待ち合わせしよう。煉獄に？あそこはかつて罪人が罪を清めるためにいた場所だ。天使がいても罪にはならない。
構造物解析開始。構造物 ID コード添付 A838861 仮称 AAM。 アクセス不可。遮断プログラム発見。遮断プログラムを自己複製型ワームによって無力化開始。感情構造及び人格形成。ファイルなし。全消去済み。生成魔力放出命令確認。停止命令に切り替え。これは天国の大議事堂。誰か！ガブリエル、それにラファエル。この記憶に転送された者に罪。この記憶は魔力の放出を停止させた者が見ることを許可される。だが我々にはお前が何者であるかは分からない。放出を停止してしまった以上、我々にはお前たちを止める術はない。我々の体を悪用されないために記憶再生が終了次第速やかに完全停止する。天国へと向かうのもいいだろう。そこでお前は何を見て何を選ぶのか、それは我らにはわからない。だがお前が心あるものであるならば、一つだけ頼みがある。この神祭は高位天使である神の秘密ラジエルに端を発している。心ある者よ、天使たちにこれ以上の犠牲者を増やさぬようラジエルを殺害せよ。何を言うの、ガブリエル。どうして、どうして。彼女とて悪意があったわけではない。しかし彼女が生きていれば、それだけで害をなす可能性がある。違う、ラファエル、私はそんなの知らない。そんな最悪を振りまくことなどない。心ある者よ、これ以上の犠牲者を出さぬためにも、神の秘密を暴き震災を起こしたラジエルを殺せ。
ラジエル。刹那。一体どうし。ラジエル。刹那。どうしたんだ、急に。教えて、私は何をしたの？私が楽園を打ち壊したの？私がこの東京バベルにみんなを追放したの？ラジエル、私震災を引き起こしたの？わからない。もう私には何もわからないよ。ラジエル、君が何を起こしたのかは知らないし、多分わからない。でもこれだけは言える。僕は君のそばにいる。君が望む限り、ずっとだ。そばにいてくれる？いる。誓う。誓うから。だから、泣かないでくれ。誓う？誓う。太陽に。太陽？星と月と空に誓う。他に誓えるものはあまりないけど。ラジエルの頭蓋骨の感触がする。本で読んだみたいにロマンチックな言い方をしてるし。ロマンチックじゃない。ラジエル、僕は君の記憶を取り戻そうと思う。でも辛いのかもしれない。想像を絶する過酷な体験をしているのかもしれない。でも死んだままでいるのは多分きっともっと辛い。私も記憶を取り戻したい。たとえそれが何であれ、罪にはそれ相応の罰がなければいけない。僕も一緒にいる。僕も一緒に罰を受ける。幸福であれ不幸であれ、君と一緒にいたい。ありがとう、刹那。その言葉が嘘でも構わない。嬉しくて仕方ないから。私の罪を見定めるためにあの天国へ行こう。
ヤコブのはしご。すごいな。行こう、ラジエル。君の記憶を取り戻そう。行こう。僕は君のことが好きなんだと思う。知ってた。僕はラジエルの綺麗な髪が好きだ。瞳も好きだ。透き通るような声も好きだ。本を読んでいる姿も、眠っている姿も、美味しいものを食べて顔をほころばせている姿も好きだ。君の心も好きだ。なんか嘘っぽく聞こえるかもしれないけど。とにかく、君のことは全部好きだ。今のうちに、これだけは伝えておきたかった。今のうち？今のうちに。もしかして、刹那。クムツソラム、リリス。アスタロト、カマール、ベリー。ごめんね。ラジエルが謝るようなことじゃない。いつか通る道だった。
開け。行こう。動かないよ、ダメみたい。じゃあ次は君の首で試してみようよ。ラジエル、私の方は、そうだ、ここに、私の方はここにある。邪魔だ。そうだ、この議事堂、ここから全てが始まった。
しい。そう、私はあの時理解してしまった。誰に教えるのか。そう、サマエルに教えられたのか。人間に会って、天使と悪魔と、そして神に存在しないものが一つ存在する。それは何だと思う？わからない。それは永遠という概念。どういうこと？永遠を知らなかった。この宇宙の章にはすべて書かれている。悪魔、天使、そして神の設計図すら。私は天使たちに告げた。この永遠という概念、知りたいはずだから。どうして？そんなはずはない。人間が理解しているものを天使たちが理解していなくていいはずがない。私は騙されたわけじゃない。そそのかされたわけじゃない。他者の責任ではない。私はただ知るべきだと、そう思った。その結果がこれ。
死ぬまで死に続ける方がいいかもしれない。ラジエル、刹那は逃げて、どこだっていい、とにかく逃げて。僕が一緒に死んでやる、一緒に壊れてやるから、一人で死ぬな。ラジエル、もういい。僕だって疲れた。この世界に救いはない。やだやだ、私が死ぬのは構わない。自分が自分で亡くなるのだってどうだっていい。でもあなたが死ぬのは嫌だ。自分が死ぬのはよくて、僕が死んだらダメだというのはわがままだよ、ラジエル。これは辛いな。罪の償いなんかどうでもいい。助けたいの、刹那を助けたいの。
私のレゾンデートルの記録、それは真羅万象すべて例外ではない。今まではそれだけでよかった、そこまででよかった。だが私たちにはその先が必要だ。罪も罰も贖いも償いも全て知ったことじゃない。リリース、書の名はセファーラジエル。真羅万象ビッグバンに至るまで我が本はそのあらゆるデータを記録している。一文字が雲、一文字が命、すべての世界はここに記録されている。映像だけではダメだ、音だけではダメだ、匂いだけでは、触覚だけでは、味だけではダメだ。すべてだ。世界すべてを再現しなければ。せつな、朝、夕方、おはよう。おはよう、せつな。ここでこうしてぼーっとしていようよ。ねえ、キスしていい？いいよ。もう少し恥ずかしがると思ったのに。いつまでこうしてればいいんだろうか。長くて息苦しかった。やめるタイミングがわからなかったんだよ。
そうかも。感想それだけなんてひどいと思う。ねえ、ところで私の名前わかるかな。わからない。教えてくれ。君の名前は？私の名前は そろそろ帰ろうか。どこへ？もう少しお話ししよう。いや、君のことは好きだけど、家に帰らなくちゃ。うん。ねえ。何？今さら思い出したんだけどさ、僕はやっぱり君のことが好きだよ。そう、ありがとう。嬉しい。ごめん、私あまり顔に出ないタイプだから。本当に嬉しいの。信じるよ。よかった。それじゃあ、また明日。うん、また明日、せつな。家に帰らなきゃ。いや、こんにちは、せつな。初対面だっけ？どこかで会ったよね？いや、クラスメートだから当然か。
また話をしましょう。そうだな。切な。